お薬は飲めてます ？A の1番、2番。うん。1日3回ぐらい、4回飲んでるのかな。できるとき、1回だけ3回しかできない。3回か4回ですね。うん、いいでしょう。3回ですね。A が3回の。で、B は2日に1回ですね。はい。うんち出たんですけど、お弁当出ちゃった。絶対尻尾持ったらダメだから。はい、尻尾は抜けちゃう。よし、オッケー。はい、ここに。あ、頑張った。はい、戻そう。で、戻そうか。よし、こっから。よし。じゃあ、ここから。はい。脱線されないように。はい。じゃあ治療しますね。はい、うんちしっかり出てますね。今見たけど100、すごいね。100、150、114。だから元気だっていうか、しっかり食べるとそれぐらい出てくるんですよね。ガンって言っちゃった。まあでもずっと寝てますけど。寝てますか。うん、で、栄養補助がまあ1日2回。うん、あ、1回の日もあるのかな。まあでも。毎回2回やってる。2回やってます。はい。22.0 がさ、うん、何分で終わります？でも最近はちょっと暴れだすから、うん、4分ぐらいかかってるかもしれない。本当、まあ3分超えたらさ、一回休憩してください。どうしてもあんまり頑張るとさ、呼吸早くなっちゃうでしょ。うん、いい感じですね。まあ、ここでやるのはあとこれで保湿するだけですけど、でも今日治療してこんな感じで、ね、体重が1週間増えててさ、うんちも100以上出てたら、うん、でまあ栄養補助も2週間でできればみたいにやりながら、うん、調子よかったら、土曜日がいいです。1日ってこの間行きましたけど、土曜日の方が嬉しい。いや、あ、土曜日の方が嬉しい。うん、あ、本当じゃあ土曜日にしましょう。はい、土曜日混むからさ、うん、避けたいんだけど、土曜日の方が嬉しいんだったら土曜日にしてください。で、お薬はこの間出てるもんね。あと保湿も。あ、さっきもケースをこの間出てた。これもやらしてくれるの？こんな感じで。これもね、治療ですからね。うん、あの血の巡りを良くするという意味で。あ、入れてください。あ、ちょうど。やった。まあしょうがない。やったな。いや、でもすごいですよ。結構ち、なりずにさ、そんな栄養補助なんてなかなかできないからさ、皆さん。ね、割と、そんなことやってもらってればいい感じで来てます。で、あとは投薬をね、あの、とりあえずはね、当分続けない感じです。これ切っちゃうと、なっちゃうかもしれないから。だけど、まあ一応、ね、一日何回もやったのが今2日に1回で1日も決めて、ね、してくれてるわけで、まあ、延期まではいかないですよね。うん、まあでも4月7日で5歳でしょ。
だからだってシニアだからさ、そこそこ、うん、で、そうそう、レントゲン撮ったらこの子だって心臓大きいし、献血して失礼してもらったわけだもんね、うん、結構ありましたよね、それ献血して失礼して、うん、じゃあ、これで完成しながらまたお教えしてもらっていいですか、はい、で、土曜日にジャンプしてください、はい、はい、じゃあこれお願いします、はい、お姉ちゃん天童くん、手乗りの島椅子になったから手乗りの島椅子になってからそうそう、今私いきなりやったけど持たないで手から食べさせてくださいね、はい、しつけの基本、うん、しつけの基本3つね、はい、名前呼んでアイコンタクトして手で食べさせる、おいでして手で食べさせる、はい、あとはまあハウス、うん、とりあえずトレーニングって言うんだけど、ハウスって自分で入ってくれるようにできると非常にいいですけど、はい、まあこの年齢だから難しいけどね、はい、1番2番はなんとかやってください、はい、